日本東京都中央区、日本橋大田馬町江戸時代の大田馬町。長屋形式の店舗に木綿問屋が並ぶ歌川広重、名所江戸百景、大田馬町五福店。三井越後屋、白木屋と並んで、江戸三大五福店と呼ばれた大丸屋の前を通る東領送りの様子。べったら日本橋大田馬町は、東京都中央区の地名で、 旧日本橋区にあたる日本橋地域内に位置する。町名の設定のない単独町名である。郵便番号は103-0011。江戸最古の町の一つであり、最大のメイン通りである日光、欧州街道で賑わいを見せた表通りの町で、神田祭りなどの筆頭を自己町会として、出汁を引いたことで知られる。現在はオフィスとおつらなる町並みで、 べったら市などでにぎわいを見せる町である。江戸最大の繊維問屋街として名を馳せるようになり、王子木綿店と通称された一角には、江戸時代には木綿問屋が74件あり、その中でも6割以上が伊勢国の店が占め、かつ松坂出身の店が多くあった。また多数が戦後までの木を並べていた。中央区が定める正式な英語ローマ字表記は、 日本橋おでんま町である。日本橋地域の北部に位置する。東西方向に長い町域で、町の中央部を東西に横断する道路は、旧欧州街道湖と大天馬、本町通りと呼ばれる。南北に縦断する通りの人形町通りと大門通りで東西に3分割されている。2019年9月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。